はい、ありがとう整体の平野です。まあ、しつこくですね、皆様に伝えていきたいなって思います。まあ、体が守ろうとするシステムとして、まあ、関節の靭帯、まあ、出産、麻酔、まあ、打撲ですね。で、今回ちょっと見つけたのがですね、まあ、激しい、その、まあ、感情の問題ですね。悲しみだとか、まあ、怒りだとか、そういったことでもですね、脳からの指令がうまくその、人体に、ね、届かない、間違った、まあ、スイッチが入ってしまうということがあるのですが、この、関節の靭帯が緩んでしまった場合はですね、それを守ろうとして、その、まあ、大きな関節で言えばですね、血管や神経が通っているところを傷つけないように、筋肉をガチッと固めたりですね、もっと、先に行くとですね、まあ、靭帯にこう切開化を、まあ、関節、靭帯に切開化を起こさせて、まあ、とりあえず、守ろうとする、神経と血管のこの損傷をね、防ごうとするというシステムが、間違った脳からのシステムエラーが起きているということに、まあ、4年前に気づきですね、日々やってきました。まあ、こんなことをね、言うと、馬鹿にされるんですけども、ただ、本当にこう、日々ね、お客様の体を触らせていただけると、結構ね、こう、緩んでしまっているケースね、頻繁にね、見られます。でも、それは自分では全く気づかないし、まあ、普通の整体にね、行ってもそんなことを知らないし、まあ、調整する、まあ、技術というか、そもそも知らないんで、それをね、調整することもありません。ただ、本当に怖いのは、脳からの指令が間違い続けていくので、死ぬまでそのシステムが働いてしまう、死ぬまで、緊張しなければいけない、そういう状態が、生まれるんですけども、まあ、本当に、3日前だったかな、小学校1年生の子ね、本当にもうガチガチでずっと力が入りっぱなしだというね、お母さんの、まあ、指摘でですね、こう見させてもらったら、やはりこの靭帯の緩みが全身に、ありました。そんな風に、で、中で、力を抜きなさいと言ってもね、まあ、抜けない状態、まあ、逆に言うと守り方がねちょっと強すぎて、いたということだと思うんですけども、まあ、そういった関節の靭帯ね、ネジを締め直すことで、締め直すことで、体の脳からのシステムとしてはですね、もう守らなくていいです、じゃあ筋肉緩んでいいです、もしかしたら切開化も取れていいですというふうになるのかもしれません。